サンドの飯よりスニーカーが好き、どうもデルピエロ石田です。さあ今日も始まりました、デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということでやっていきましょう。今日もですね、僕の大好きなブランドトゥーアングルの T シャツでね、ちょっと お送りしようかなと思っております。はい、いいっすね、スカイズ・ザ・リミットということでですね、あのジョーダンのあのね、王子だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、地球でダンクしてる T シャツなんですけどね、ぜひともトゥアングルさんね、 NBA パロディを復活させていただきたいなと思うんですけども、はい、あの歴史的瞬間がこの前訪れましたね。ちょうど2日前ですかね、はい、あの八村選手がね、 NBA ドラフト引っかかってね、ウィザーズに行きました。すごかったですね。もうちょっと見てたんですけども、あの動画を、いやちょっと鳥肌立ちましたね。やっぱりあのアダム・シルバーがね、あの9ピックって言ってからね、もうすげえ何回も見ちゃいましたね。 2019 NBA ドラフトセレクト、あ、ワシントン・ウィザーズセレクトですね、ルイ・八村っつってね、富山ジャパンゴンザガユニバーシティ言ってましたけども、すごかったですね本当に。いやー、これでねちょっと NBA 人気も日本でね、どんどんどん高まっていくんじゃないかと思うんですけども、まああと、あのいろんなテレビでも言ってましたけど、あの NBA のドラフトと他の、まあ、野球とかのドラフト全然違くて、もう1巡目9位って言ってますけど、あの本当9番、まあたまたまセレクトしたチームが9番目にあっただけで、あれはすごいことですからね本当に。ウィザーズがね、もしかしたら9じゃなくてね、もっと上の段階でね、あの指名権持ってたら、その指名権で選ばれてる可能性もありますからね。でも、まあ、ザイオン・ウィリアムソンとか、まあ、ジャモランドとか、アルジャバレットもいますけども、まあまあまあ、でもすごいですね。もしかしたらね、そのルーキーたちのオールルーキー、ファーストチームなんかに入ったりしたら、もうこれは大変なことですよ、本当、日本人が。で、今までの9位みたいなことをちょっとね、見てみたんですけど、NBA のドラフト1巡目9位って、バゲモン、ゾロイでしたね。ちょっと見てみたら、まあね、そこまでね、いちいち全部見てたわけじゃないんですけども、本当オールスター級ばかりでしたね。まあ有名なところで言うとダーク・ノビツキ、アンドレ・ドラモンド、あとイグダラ、ケンバ・ウォーカーと、あ、誰だっけな、アマレス・サダマイヤーと、なんだっけ、デローザン、デローザンもそうですね。で、ショーン・マリオンで、あとトレシー・マグレディ、いやもうそうそうたるメンバーですよ本当に。シーズン MVP 取ってるやつもいるし、得点を取ってるやつもいるし、オールスター出てるやつもいるし、まあ、ほとんどもうアメリカ代表ですね、もう国の代表ですよ皆さん。じゃあそれとそうそう同じぐらいのね、同じぐらいって同じなんですけども、9番ピックなんで、ちょっとねぜひ頑張ってほしいなと思うんですよ。で、八村選手が言ったウィザーズなんですけども、まあ、僕は結構いいチームに選ばれたなと思いますね。ジョン・ウォールとブラッドリー・ビールいて、センターにドワイト・ハワード、まあ、ハワードはちょっと怪我がちで腰ね、やっちゃったり治ったりの繰り返しだから、もうちょっとあんまもしかしたらプレータイムもらえないかもしれないし、出てこないかもしれないんですけども、で、まあ八村選手はスモールフォワードになるのかな。で、まああのあそこ結構スモールフォワード手薄なんで、俺はいいかなと思うんですよね。まあジェフ・グリーンとかジャバリー・パーカーいますけども、まあ、パーカーなんかね FA になるから多分ウィザーズ出てくると思うんですよ。だから結構僕はフィットしてくれるんじゃないかなと思って、そこそこのプレータイムをもらえれば、まあ14から5点、いや言い過ぎたかな、13点ぐらい取れるんじゃないかなと思ってます1試合ね、まあ、うまくフィットすればですけどね。まあ、ジョン・ウォールもちょっと今怪我してるから、まあ、最初から出るかどうか分かんないですけども、よりねオールスター級の選手がいないから、八村塁選手にプレータイムが回ってくる可能性高いんじゃないかなってちょっと思っておりますね。ちょっとぜひね、来シーズンも楽しみになってきましたね本当に。ちょっとね、NBA から目が離せない時期になってまいりました。そこでですね、こちらも事件が起きてるんですよ。事件が、まあ、事件がっていうわけじゃないんですけども、スニーカーハンドブックって雑誌が出るんですけども、はい、ちょっと皆さんご存知かどうか分かりませんが、ちょっと今紹介しますね。スニーカーハンドブック。まあ、過去に2冊出てます、こうやって。はい。こんな感じでね、出てるんですよ、スニーカーハンドブック。で、1回目は、なんかね、NBA 選手の、NBA 選手が履いてた靴にフューチャーして、まあ、結構で出してるんですね。で、2冊目が、シグネチャーモデルだったかな、選手のシグニチャー、まあ PE ですねと言われてるやつを、まあ、出してるわけなんですけども、でこれ待望の3冊目が出るわけですよ。まあ僕からしたら NBA 好きからしたらすごいいい本だなと思うんですよ。はい、でこれの3冊目が出るんですよ、こうやってボンって。はい、あ、こっちはい。で3冊目は何かというとですね、コラボモデルにフューチャーして、出る雑誌になりますね。まあ表紙でいうと、これは今話題のね、こうオフホワイトとかこういうのがね出てるんですよ。これほら、話題の人たちですよ。で、なんで俺がこれを持ってるかっていう話なんですけども、そうなんです、私これに出ております。はい、何で出てるかと言いますと、まあ、こちらもいらっしゃる、レザーラモン RG さんいらっしゃるんですけども、はい、レザーラモン RG さんと私が
対談をさせていただいております。あのスニーカー今までのまあスニーカーをあの集めるようになった経緯とか、どういう流れでスニーカーに興味を持ったかみたいなのをちょっとね見開きであのやらせていただいてます。こんな感じで、はいはいみたいなね感じでやらせていただいてるんで、ぜひね近くの書店でね購入していただけたらなと思います。でさらに言うとですね、私の持っているスニーカーもですね、あの何個かこちらの本に掲載させていただいておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、もうこの雑誌ねめちゃくちゃ好きな雑誌だったんで、ほんと出たかったんで超嬉しかったですね、お話が来た時は。はい、ということでね、今日はね雑誌の紹介ということでですね、このスニーカーハンドブックっていう雑誌はですね、かなりコアなところスニーカーに焦点を当てて、出してる雑誌だと私は個人的には思ってます。あくまでも個人の意見なんですけども、まあ、かなり結構あの好きな雑誌なので、ぜひ皆様購入していただけたらなと思います。ということでね、今日はこの辺で失礼いたします。今日紹介した雑誌は、はい、私が第3弾で出てるスニーカーハンドブックでした。